ハローハロー。タクムネジャー。有田美濃島漁港がな、コロナ対策ということでな、明日から2週間、お試しでな、あれじゃ。今、底引きがな、80席ある。それをな、半分ずつ行こうかっていう対策を考えた。タクムネはとてもいいことだなと思う。っていうのがな、この前なんかな、タイがな、たくさん取れてしまってな、タイが多いわけなんだ、ここ最近。タイばっかりじゃ。だからタクムネの頭をピンクにした。タイ色。タチウが少ないのにタイが多いと。でな、じゃあそのタイの値段がどうかって言ったらな、まあ今コロナの時期もあるしな、本当にかわいそうな値段じゃ。本当に今取ったらダメだ。っていうぐらいかわいそうな値段になっておる。もうキロ単価は言わん。でも本当にかわいそう。小売代にもならん。でな、じゃあ半分ずつ行って値段を調整、資源を調整したらな、値段が少し楽になるんではないかとかな、いろんなことを試行錯誤しながら取り組もうとしておる。これはいいなと。でちょっといろいろ調べたらな、富山県だったかな、あの白エビじゃ、底引きのな白エビ漁がな、そんなに何十隻もあるわけじゃないんだろう、あっちの方の底引きでも。それでもな、操業を半分ずつしておる。それはな、コロナの前からそのように取り組んでおる。ほんで、一トラン船に関してはな、観光船として利用しておるともおっしゃっておった。お客さんを乗せて見に行くとか。まあ、資源を守るためにな、いろんなことを全国的にやっておると。で、まあ、有田美濃島もな、まあ、コロナ対策で2週間だけとは言ってもな、半分ずつ行こうかっていうことで、初めて取り組んだ。コロナになってから1年、動き出した。たくむね、このな、結果はいいか悪いかはやってみんとわからん。でもな、人が集まって会議して右か左かわからんけど、取り組もうとしたことは俺はいいと思う。この今たくさん取れるマダイとかチダイがな、もし今年取らんと1年2年来年までほっといたら大きくなって戻ってくるんかろ。果たしてそれはどうなんかなっていうのは、たくむねちょっとタイの気持ちになってみんとわからんけどな。でもな、今取ってキロ単価哀れな金額であるならばな、来年までもし海に置いといて大きくなって戻ってきてくれて、来年コロナがなくなってよって値段が良くなったらいいなと。これは希望的観測である。でも本当にそう思う。タイの町有田市っていうぐらいタイが豊漁になるやもしれん。それは海のことだからわかんで。でもな、明日からとにかく2週間だけでも半分ずつ行って漁に行こうかっていうのは私はいいとは思う。でな、今有田の底引きではな、一人乗りの人もおる、二人乗りの方もおると。そう考えたらな、例えば一人乗りの人同士がな、二人でチーム組んでな、じゃあ今日はお前の船に乗せてくれとか、明日は俺の船に乗ってくれとか、そういう風に人の貸し借りっていうのもやるのもありじゃないかと、そういう風に思ったわけだ。これはな、東北の方の漁師が震災の時にしたらしいわ。震災で港が壊れて船も壊れてと。でも今まではな、競い合ってた漁師たちがな、チームを組んでな、今日は俺の船に乗れ、みんなで働こうとかいう風にな、じゃあ丘にいる人は丘の仕事を手伝ってくれとか、みんなでチームを組んで仕事を分け合って仲間意識が芽生えたと、私はこれをテレビのニュースで聞いた。まさに今な、コロナにおいて幅が一つになる、チームを作る、協力しながらこの村を守っていくっていうのがとてもいいんではないでしょうかと。本当に大変な時代になってしまったけどな、今が正念場じゃ、頑張ってくれよっていう感じじゃ。タクムネはピンク色じゃ。 YouTube してるからこんな頭にするけどな、普通にしとったら変なおっさんだな、これ笑われるな。ねえパパ、はい、あれパパはその髪型ピンクにしてんの、うん、男よりなんでピンクにしてんの。いいよ、キモい、キモい、うん、キモくないわ、キモい。じゃあな、暴れん坊ピンク、じゃあね、バイ。最後まで動画ご視聴ありがとうございます。暴れん坊タクムネでございます。よかったらこのタクムネと書いた丸いボタンを押してください。今日もゆくゆく暴れん坊タクムネ、海上安全、大量満足、